カナダ・サスカチュワン州レジアイナ・レジアイナは、カナダ・サスカチュワン州にある都市。同州の州都であり、州内では、サスカトゥーに次いで人口が多く、2016年、の人口は21万5106人、都市圏人口は23万6481人。カナダ西部の広大なプレーリー地帯の中央に位置し、その土地は肥沃で穀物生産が盛んである。 開拓当初は、木々のない乾燥地帯であったがワスカナクリークから水を引き込むことで、北米最大の都市公園、ワスカナセンターが、市の中心部に作られ、多くの木々が植えられた緑豊富な美しい都市となった。2016年国勢調査による人口は215,106人、都市圏人口を含めると236,481人で、ある。ここ数年は、 人口増加が著しく5年間の人口増加率は11.4%と、カナダの主要都市の中でもかなり高くなっている。2016年時点では全人口の70.7%が白人、先住民は10.1%に達し、サスカトゥーンやウィニペグと並んで先住民の割合が高い都市となっており、カナダ先住民大学のキャンパスが設置されている。また、 有色人種は19.2%と2割弱に達し、フィリピン人が4%と多くなっている。当時のノースウェスト準州の州都として1882年に市政施行。レジャイナ中心部はスカナセンター欠片の気候区分では、亜寒帯湿潤気候に属する。非常に激しい大陸性気候で、夏は暑く30度を超す真夏日になることも多く。 1937年7月5日には、カナダの主要都市の中では、最も高い摂氏43.3度を観測している。一方、冬は、国間で1月の平均最低気温は低、摂氏20.1度で、マイナス45度に達することも、あるが、雪は少ない。過去最低気温は1885年1月1日に、観測された摂氏50.0度で、 これもカナダの主要都市の中では同じサスカチュワン州のサスカトゥーンと並んで最も低い部類に入る。かつて運行されていたレジャイナ市内電車1911年2017年に完成した多目的競技場のモザイクスアジアムレジアイナを本拠地とするプロスポーツチームとしてカナディアンフットボールのサスカチュワンラフライダーズなどがありモザイクスアジアムを拠点としている。 デジャイナは、下記の都市と姉妹都市提携を締結している。ありがとうございます。